勉強する、まあ、英語で言うとスタディですね。で、もちろんこの勉強するっていう言葉ご存知の方多いと思うんですが、一つ質問があります。皆さん、この勉強するっていう行動、言葉ですね、これを簡単に説明してみてください。改めまして、どうも、アイチです。今回は冒頭にあったこの勉強するっていうこの行動について、少し伝えておきたいというか、やっとね、新学年がね、始まる時期になりそうなので、改めて再確認の意味を含めて伝えておきたいなと思って動画を撮っております。で、学生の皆さんにはもちろんなんですが、保護者の皆さん、特に新しく小学校1年生、中学校1年生になられる子、お子さんを持った親御さんにもぜひね、見てほしいなと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。それでは冒頭の質問からいきましょう。勉強するを簡単に説明してくださいっていうね、問いかけをさせてもらったんですが、これで答えはないです。もうこれがベストアンサーっていうのは特にはないんですけれど、そこにある、自分がね、2つ答えを持っていてですね、それを今回伝えたいなと思って動画を撮ってるんですね。で、まず一つ目が、勉強するって何かって言われたら、新しいことをできるようにする。勉強で言うんだったら、知らなかった知識を学ぶっていう面ですね。で、おそらくですね、これを答えた方はたくさんいらっしゃると思います。真っ先に出るのがこれかなと。で、特に保護者の方とかになるとですね、違う答えも結構出てきやすいんですけど、今まで経験上、自分が塾講師やってる時とかもそうですが、学生のみんなに聞くと圧倒的にこれです。てか、もしくはこれしか出てこないですっていう子も結構います。でも学生の学校生活見てたらそうですよね。教科書で知らないことを毎日勉強してるわけなので、勉強って言ったら知らないことを教えてもらって覚えていくみたいな意思、イメージになると思うんです。で、もちろんそれ正解なんですよ。自分の中でも当然正解なんですけど、今回伝えたいのはもう一個の側面。自分は二つ大きな側面があると思っていて、一個が新しいことを覚える、そして勉強のもう一個の側面が覚えたことを忘れないようにするっていう側面です。当たり前のことを言ってるので、ああそうですかってね、思う方もいるかもしれないんですけど、この部分を意識してるかどうかって勉強効率に圧倒的に差が出ると思ってます。今まで自分が塾講師時代に教えてた生徒もそうですし、こうやって動画を見てくださってる皆さんからもらう相談を見ててもそうなんですけど、結構多いのが勉強をすごいしてる、ある程度してるんだけれど成績が伸びないっていう悩んでる方っていらっしゃるんですね。で、この方の多くはここの落とし穴にはまってるパターンが多くて、例えばテスト範囲がある科目で50ページ設定されたとします。その時に刻んでね、5ページ、明日は10ページ、明後日15ページみたいな、5ページずつやっていこうみたいな感じ、どんどん先に進んでいくんですけど、先に進んでいくだけで以前やったもの、つまり昨日とか一昨日やったものが覚えてるかどうかの確認がおろそかになってるんですね。で、うちらはもちろん人間なのでコンピューターではないので、一回インプットしたものがそのまま保存できないんですよ。忘れてっちゃうんです、どんどん。有名なエビングハウスの忘却曲線っていう話もありますけど、本当に短い時間でどんどん忘れてっちゃうんですね。だから復習のタイミング、覚えたことを忘れないようにするっていう、そのテクニックというか自分なりのタイミングをつかんでおかないと効率がどんどん悪くなってしまいます。けれど逆に考えていくと、その部分どのぐらいのタイミングで復習をしていったら自分は合ってるんだと、では入れたもの、覚えたことが忘れにくくなるんだっていうのをつかんでる方っていうのは効率がググッとアップしていくので、かなり差がつけられます。おそらくそれをつかめてる方、つかめてない方で同じ勉強時間をしたとしても、もう点数かなり差が出るよ。全然違います。なので覚えたことを忘れないようにするのが大事なんだっていう意識を、改めてで構わないので、ここで再確認しておいてください。で、最後にですね、じゃあ実践というか、実際どのぐらいのタイミングで、復習したらいいのかみたいな話をして終わろうかと思うんですけど、まず大事なのは、そのベストなタイミングって A 君、B 君、C さんによって違うと思ってます。 A 君は1時間後に復習した方がいいかもしれないし、 B さんはもしかしたら30分以内に復習した方がいいみたいな、タイミングの感覚って違うんですね。で、慣れてくると科目によってとか、その時やった勉強内容によって変わります。自分も、すごく記憶力がないんですよ。もう学生時代からもうそれはすごく自覚してて、周りと比べてもどんどん忘れちゃう。だからこそ入れたもので、自分はそんな別に勉強好きってわけじゃないんで、できればもう効率的にやって時間短縮して、余った時間ゲームとか歌聞いたりとか趣味の時間に当てたいわけですよ。それに一回覚えたもの、時間かけて苦労して覚えたものを忘れてるのってめちゃくちゃ萎えるんですね。
もうなんでさ、あの時俺あんだけやったのに忘れてんのみたいになっちゃうんで、そうもなりたくない。だからこそ一回覚えたものを覚えておきたいと。じゃあどういう風にタイミングでやったらいいのかなっていろいろやっていって、で慣れてくると、例えば勉強するじゃないですか。で頭に入ってる感覚ってなんかレベルがあって、あこれ絶対大丈夫だなってやつと、いやこれちょっとまずいかなと。でなんか例えば中学生とかで言うと英単語の暗記するじゃないですか。で1日じゃあ20個暗記しようと思った時に、20個全部同じじゃなくないですか。あれこの単語やたら間違うなとか、いやこの単語1回でいけるぞと、その感覚の違いです。だからやべこれは忘れそうだなと思うものは短い期間であります。例えば自分だったら1時間後とか、家帰ってご飯の前にもし英単語暗記するんだったら、そこで暗記するじゃないですか。やべえなと思うもの20個暗記して、じゃあ3つね、この何やべえやつがいるとする、あいつは俺には結構苦戦しそうだって、あいつはやべえなってやつがいた時に、その3つを頭の中にまず覚えておきますね。頑張って覚えるんです。で、まあ、ご飯行くじゃないですか。もうご飯食べながらそれ考えてるもん。なんか不意なタイミングで別に書き出さなくていいんで、自分の中で自分テストをするんです。あれなんだっけなみたいな。で単語だけでもいいんだけど、まあ、単語と意味もそうなんですけど、自分はあのページの、右上の右から2番目とか、あ上から2番目とか、もう場所までなんかもっともっとマニアックなとこまで覚えていって、それマニアックかどうか分かんないけど、なんか情報をプラスしていって覚えるようにする。で不意なタイミングで思い出す。でもう一個、今あんまちょっとテレビ見なくなっちゃいましたけど、昔すごいテレビっ子だったんで、テレビ見てる時とかに CM に入ったら自分の中で1回復習すると。CM の時間結構あるんですよ。数分間あるので、その時間で書き出さなくていいから、さっきやったものを思い出すって、思い出すっていうそのタイミングだけでめちゃくちゃ効率上がるんですよ。一回脳でそこで考えようとしてるから。でもしさっきやった3問のうち、あれっつって、待って、あの右側のページのあいつ、あの上から2番目なんだっけみたいななったら、後で一家は禁止です。もう思い出せなかったら CM 開けて番組始まってるよってなったとしても絶対部屋にいて確認する。それはルールだった。思い出せない自分が悪いんだから、それはルールとしてそこで再確認するみたいなことをやってました。だから勉強する、復習するっていうとさ、また勉強机座ってって考えるかもしれないんですけど、復習テスト、自分テストだけだったら座りながら思い出すだけでもいい。トイレに入ってる時、お風呂に入ってる時でも構わないんです。そうやって細かく思い出すっていうのを意識してください。はい、という感じでここまでご視聴いただきありがとうございました。まあ、新学年コロナがね、まあ、ちょっと収束はしてないですけど、落ち着いてきたこの状況で学校が始まります。で、まあ、コロナのことがあるので学校に行くだけでも不安というかストレスもかかると思います。で急な休みがねできて、その後も始まったので、おそらくですよ、もう私が想像する何倍ものストレスが学生の皆さんにかかるはずです。でもその中でも勉強は進んでいきます。授業は進んでいくし、テストも行われていく。でそれをやっぱりストレスがかかっている状況でうまくやっていくには、効率的にやるって部分は非常に大事だと思います。さっき自分のね過去の話で言いましたけど、やった勉強を忘れちゃうのって萎えるんですよ。気持ちが落ち込むんですね。しかも自信がなくなります。やったことを覚えられないんじゃ俺、私ってなってしまう。でもそうじゃないんです。みんな忘れてるんです。ただ忘れそうになってるところの線をね、こう水が抜けてる線をちゃんと蓋をパッてしてるかどうかの違いです。だから覚えたことを忘れないっていうことをぜひね意識してもらって、それを踏まえた上で勉強していってもらえたらと思います。